お疲れ様です今回のテーマはね20代の男性の約4割がデートの経験がないよとそして約7割が配偶者恋人いませんよっていうふうに答えてるっていことなんですよねまずこういったアンケートの時に気をつけないといけないのがわざわざ結論ありきで様々なアンケートの結果その結論に結びつきやすいようなサンプルを選んでるっていう前提なんですよつまりね 20代男性のアンケートを100人に取りました。それを10セットして合計1,000人に聞き取るじゃないですか100人に対して10セットですよ。だからサンプルが10個あるわけなんですよでその10個のサンプルっていうのはそれぞれいろんな割合で回答がさまざまなパターン10パターンでなされてるわけですよねじゃあここでですねタイトルに「20代男性約4割デート経験なし約7割俳優者恋人なし」っていうふうなタイトルをつけたいなと思ったら「 それに応じたアンケートを引っ張り出してきて記事を書くっていうことができるわけなんですよ。つまり印象操作です。どうですかねだってね、世の中の20代男性の約4割がデート経験なくて約7割が恋人配偶者なしでも、例えば約7割に恋人なしでも次の日にできるかもしれないじゃないですか。前日に別れたかもしれないじゃないですか。そう考えたら、これっていうのは非常に曖昧なタイトルの付け方だなと思います。ただね、 この記事を書いた人もしくはこのアンケートに対して最後の方で、えー、野田聖子少子化担当大臣が言ってますよね。これはっきり言ってね、野田聖子少子化担当大臣は私はモテてきたから男に困ったことがないけど最近の若い人はだらしないよねっていうふうに言いたいがためにこんなね、妙なアンケートを取らしたんではなかろうかと勘ぐることもできるんですよ。いや、人のことなんてほっとけよみたいな感じでしょ。 お前の都合でこっちは恋愛してるわけじゃなないいんだよみたいなね世の中少子化だ少子化だって言ってますけどもそれによって困ってる人がもしねいるんだったらその人がこういったアンケートなり記事をまとめればいいのに、まあ、関係ない人ですよねもう完全に野田聖子さん実は別に少子化とかどうでもいいわけでしょでこの人がじゃあ少子化担当大臣になって何か改善されましたかってことなんですよますます悪くなってるわけじゃないですか まあ、ですんでね、この人も、まあ、言ってみれば役に立たない、単なる腰掛けっていうことなんですよね。まあ、早くね、寿司退社すればいいんじゃないすかなと思いますけども、さあ、記事の方ちょっと見ていきましょう。20代男性のおよそ7割が配偶者や恋人おらず、およそ4割がデートの経験がないと答えていることが内閣府の調査で分かったね。これはね、あの、出会い系サイトの調査で出してください、このアンケートは。内閣府の偏ったね、結論ありきの、そんなアンケート、全く何の意味もないですよ。 はい。これは14日の閣議で決定した内閣府の男女共同参画白書で明らかになったもので、と。<laughs> 明らかになってるんですか本当にこれが。<laughs> 明らかになったもので、20代男性の65.8割、えー、女性の51.4%が配偶者や恋人がいないと答えてる。ちなみにこの割合って別に昔から変わってないですからね。こう書いたら減ってるような感じでしょ。で、昔はね、 お見合いとか言いなつけってのがあったから、この数字が見えにくかったんですけども、実際に自力で出会って自力で恋人を作った人ってのは、まあ同じですよ。ね。<laughs> また、これまでデートした人数については、ゼロと答えた人は20代の独身男性でおよそ40%、独身女性でおよそ25%。ね。昭和16年、17年、18年、19年、20年、このあたり、もしくは大正時代、デートなんてとんでもない。婚前交渉なんてとんでもない。 っっていうやった時代から考えたたらまままあまあまとななったんじゃないですかね。20代の独身男性で40%デートした人数って書いてますけどもあのまだね今70代80代の中にはお見合いで結婚した方っていると思うんですよその人に聞いてみてください「結婚前にデートした回数何回でした?」ゼロ0」と答えた人が8割くらいじゃないですかって感じで印象操作をするためのこの一文なんですよ ねだから読み取る能力が少ないとね皆さんこれね私たちのことですよ読み取る能力が少ないとゼロと答えた人が20代の独身男性でおよそ40%これはヤバいぬ状態なんじゃないかなっていう風な印象を持つでしょこんな書き出しであったらこれはまずいことなんだっていう風に感じさせられるじゃないですかいやはっきり言ってこれ見て何か問題ありますかと20代男性の6割がデート経験あるんだったら過半数じゃないかっていう風な言い方もできるんですよ で、約7割、配偶者、恋人なし。って言ってもね、3割はいるわけじゃないですか。ね、あとは、別に20代なんだから、これからいくらでも、配偶者、恋人はできますよ。それにね、中学、高校の時にいたかもしれないでしょ。それをね、単なるアンケートを取ったその瞬間、本当にその日にあった、その一瞬でですね、多分アンケート取るのなんて、5分か10分で終わるでしょ。その瞬間を捉えてね、配偶者、恋人なしとか言うわけですから。で、この、なんか渋谷かどっかの街中でしょじゃあ、 二人連れでね、カップルで歩いてる、この中心からちょっとね、左側にそのカップルとおぼしき人がいますけども、この人にアンケート取ったんですかってことなんですよ。一人でプラプラ歩いてる男、一人でプラプラ歩いてる女の人に、このアンケートを取れば、もうまさにね、恋人がいないって答える可能性が強まるわけじゃないですか。そういうことも考えていくとね、このアンケートが実に意味がないかってことがわかります。 また結婚の意思がないと回答した人は30代の女性で25.4%男性でなんとかかんとかって書いてますよ、うん、でもねここでももう一つに印象操作があるんですよすでに結婚している人に同じアンケートを取ったら結婚の意思がないって回答するでしょこれとんちみたいな言い方ですけどもこの文章からそれ読み取らないといけないんですよあの独身の人に結婚の意識がないっていうふうに回答した人はっていう前提じゃないですからねあとね 恋人がいる人に対して聞いたかもしれないですね。結婚の意思ありますかって。そしたら、まさかね、恋人がいて結婚の意思ありますかって聞かれて、はっきりとアンケートで答える人って、どんなメンタルなのかなというとこですよ。いろんなトリックが隠されてますから、この短い文章の中で、いわゆるね、言葉を展開していって、様々な捉え方ができるようにならなければ、永遠に私たちは騙されるってことになっちゃいますからね。 ご用心くださいということでした。はい、以上です。